こちらは天草市の本土青果市場です。初競りに出されたのは7本の松茸。長年競りを見ているベテランからはこんな声が聞かれました。7本っていうことは、史上初めてです。で今年は豊作を期待します。7本とも天草で採れたもので大きさはおよそ15センチ、重さ50グラムから80グラムです、畑中さん立派な大きさですよね。もう傘の部分が大きいものもありますね、すごい。このように立派な松茸ですが、その周りには続々と人が集まってきました。競りには2本ずつ出され、1本あたりの値段が決まります。初競りでの最高額は1キロ当たり100万円。100万円ですか。やっぱり秋松茸よりも春松茸貴重というふうに言われていますからね。もう読んでいて信じられない金額ですけれども、競り落としたのは嶺北町で食料品店を営む高橋秀樹さんです。1キロ当たり100万円ということで、2本の松茸を10万円で競り落としました。非常に興奮したのと同時に喜びが湧いてきたという感じですよね。もう赤字覚悟で出すということ。まあ、そうですね、まあ、お客さんが喜ぶ方が自分たちの利益かなというのは思ってますので。高橋さんは松茸を店に展示し、2本10万800円で販売するということです。